ばんは。15分ぐらいやろうと思います。わかんない、どれくらいできるかな。イヤホン、あ、よいしょ。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう。 Thank you。 25歳。25歳、おめでとう。ありがとう、誕生日のおかげで美味しいお弁当取れました。え、マジ？うん、みんな譲ってくれた。七瀬がいます、目の前。これイヤホン耳あんのかな。なんかイヤホンって繋がった時さ、ルルンみたいに言うじゃん。一回も言ってないんだけどさ。あ、確かに。はいはいはい。あ。どうも、どうでしょうか。やばい、今ね、踊ってきたばっかだからね。まだ汗が出てる。ちょっと踊っただけでも汗かくね。どうなんだろう、これイヤホンの意味。イヤホン使えてんのかな。くまじゅん、ありがとうございます。風と海とさん、ありがとう。ありがとう。あ、聞こえる？よかったよかった。誕生日おめでとう。ありがとう。みんなありがとうございます。誕生日、バスデーがある。どうも。誕生日です。どうだろう。押しに押してる。家に帰って配信したいんですけど。どうだろう。帰れるかな？配信できる時間に。明日もね、朝できたらいいな。朝。お昼もし現場でできたらやりたいな。お昼ご飯とか食べながら。あ、お昼じゃないや、ちょっとダメか。夜何食べる？なんか特別なもの食べたいな。本当だ、まだ1位だ。嬉しい、ありがとうございます。今合間の時間にやってんの？そうですそうです。もうなんかね、リハ合間見つけたらすぐ配信って感じでやってるけど、なんかリハがね、次なんかどんな進行状況かわかんないので突然やめたりするかもだけど。なんかみんなカヌレの話してくれるんだけど、なんで？ローソンのカヌレ。でも誕生日感ないな。誕生日感っていつ味わうんだろう。わっ、イエーイ、ありがとう。誕生日感ある。誕生日感ある。誕生日でもみんなにおめでとうっていっぱい言われた。本当に会うたびにね、セリカとかすれ違うたびにおめでとうって言ってくれる。そう、お弁当選ぶときもね、誕生日だから先選びなって大西とかが言ってくれたり。だからじゃあ誕生日の私が許すから先に選びなって言って、みんなでねお弁当選びましたよ。マリアの誕生日祝いでステーキ食べます。最高、いいよいいよ。みんな私の誕生日を理由にして贅沢してください。今日はケーキも食べて、お肉も食べて。何選んだの？サバ。サバは乗ってるお弁当。なんかご飯の上になんか海苔が乗ってて、サバが乗ってて、でっかいサバが乗ってて、ちくわが乗ってて、きんぴらごぼうが乗ってて、卵焼きが乗ってて、大根おろしが乗ってて、たくあんが乗ってたかな。醤油かけて食べる。美味しかった。
サバね、ほんと、またサバの話してる。さっきもしたけどね。サバは美味しい。うん、美味しいよね。やばいやば、歌っちゃいそうになる。リハしてた曲とかを。お祝いのお酒飲んでもいい？なんでなんで？私を理由にしてみんなお祝いして。贅沢しちゃって。めでたいもんだって今日は。サバサンドってさ、よく言うじゃん。食べたことないね。サバサンド。あと、サバカレーとかもあるじゃないですか。食べたことないよ。やっぱりなんて。俺も今日誕生日。おめでとう。お揃い。誕生日お揃い。おめでとうございます。サババーガー。サバってそんなになんか活躍するんだね。サババーガー？サバの何？塩焼きとかがってこと？サバカレーってよく見ません？味の想像がつかない。サバ味噌缶で炊き込みご飯すると美味しい。美味しそう！いいね。もう部屋中なんかサバの匂いになりそう。炊飯器のこの、ブオーってところからさ、サバの香りが、なんか出てって。あ、サバのフライね。サバのフライがバンズに挟まれて、サバフライ？サバカレーの缶詰ある。なんか缶詰って最近すごくないですか？てか私さ、日常からさ、ショールームでさ、食べ物の話で盛り上がるからさ、こういう食べ物の話、クッキングイベントにさ、向いてるからさ、いくらでも話せるわ。そう、缶詰ってさ、なんか最近めっちゃ流行ってません？缶詰専門店とかあるよね。缶詰だけが売ってるお店とか、で、なんか全国の缶詰、なんか美味しい缶詰集めたお店とか、缶詰流行ってるらしい。高い缶詰とかね。でもあんまり私食べないな、缶詰。ツナ缶料理で使うぐらい。缶詰、なんか焼き鳥の缶詰とかもあるじゃん。煮込みの缶詰とかさ。どうなんだろう。どういうこと？料理が缶の中に入ってるじゃん。あとベーコンのさ、アヒージョみたいなとかさ。燻製とかさ、入ってるじゃないですか。缶詰あるじゃん。缶詰バーとかもある。家でできるじゃん。缶詰って外で食べるもんなの？サバ缶ね。サバ缶といえばもう映画です。サバ缶っていう映画が最高に良かった。焼き鳥缶は常備です。へえ。その焼き鳥缶の缶詰の、あ、今やってる。暑いよね。踊ってきた？だよね。踊ってきたから汗が。なんで踊ったのに？あやか。あやか。いいね。楽しみ。いいじゃん。ワクワクする。写真撮ろうね。サバの刺身、食べたことある？うん。食べたことないんだけど。生のね、サバ食べたことない。なんか生魚がずっと苦手だったから。あれ、待って。今終わったってこと？ってことはよ。ちょっとあるから。あと10分くらいいけるか。し投げてる音聞こえるんですけど。お誕生日おめでとうってコメントしてくれた。でもさ、左は初見マークついてないってことは見てくれてるってこと？ やばい、聞こえる。自分の声聞こえる。
見て、見ないで。恥ずかしい。ショールームってさ、身内に見られて一番恥ずかしいよね。友達が一番恥ずかしい。ね、でも友達って自分の名前 YouTube で調べんじゃん。そうすると、それ YouTube でさ、さ、そうなんだよ。何が出てくると思う？ショールームで。え？ジェットコースター出てくる。でもいいじゃん、面白い。撮れたか、あれは。やばい面よ。白い。時間、富士急。今は乗れんだっけ、もう。今全然乗れるの。余裕？行きたい、乗れる大好き。始める？ひだやま始めるって。結構今みんなやってない？配信。だよね。配信できる部屋。明日もさ、部屋さ、あ、いいよ。明日も部屋欲しいね。撮っちゃう？みんなさ、結構一つの目線で待機場でみんながいっぱいいるんだけど、私たちがなんかいい個室を取れてる。予約してみた。初めてしたんだけ予ど、約しようやたく。の？しありた。がとう。初めてした。ご飯みたいな感じ。確かあ、聞いてくれたからありがとうみたいな。楽しみだな。部屋を予約。初めてした。でも明日とか明後日とかもう予約埋まってそうだね。ね、遅かったー。え、どうしよう。作るの明日だもん。え、いいじゃん。お皿がさ、綺麗なだけでさ、なんか美味しそうに見えたりするよね。明後日もさ、明後日の20時までだから、1日1の日の20時までこれ、イベントイが？ベントは。やばいじゃん。その時間にさ、リハ入れられちゃったらさ、そのメンバーさ、あ1日リハあるの。るよね。もうずっとリハだよ。だよね。え、じゃあそのさ、例えば7時から8時とかの最後の時間さ、リハ節あるよね。え、どういう、どう、え？どうする？ね、どうしよう、どうしよパキラう。パキラララ本パキラララパオパオパ当たった？パキラララパキラララパオパオパえ、パッキャマラードじゃないの？え、あれって間パッ違キャマラード、パッキャマラード、パオパキパオ。ラララパキラララ これ正解なんなんだろなんでそんな欲しいんだっう。わけ。かんない。どうしようから。これ正解なの？どうしよう。どうしよう。パキラララパキパラララパキラララパパパ。キラララパ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 キラララ
なんでみんな知ってんの？パッキマラどうだと思ってた。パッキマラどうかお腹空いた？つかない。めっちゃ食べちゃった。空いあ、た？食べた。だってそんなこの時間だよ。夜ご飯の時間だよ。夜ご飯ないよね。何時に終わるかな、今日。家帰れるかな。え、そうなの？そうなんだっけ。家帰って配信できなさそうじゃない？このままだと。やばい。夜道を。ここですって。あ、なんかそんなこと言われたらお腹減ってきた。なんかシュワシュワの飲み物飲みたい。え、いいよいいよ。だって今配信してるし。え、どこに？あ、そうなの？え、ないの？それで。待って。して。ああ。ないの？あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ある。あ、いける、いけそうだね。急げば。マリアのモニ見ターた？計算したんだけど、確かマリアのやつ。無理だと思う。そうそうそう。え、あ、そうだ、そうだ。え、
次ね、本当にいつも3分ぐらいしかやってないの。なんなの面白い。よくやったね、このタイミング。待って待って。え、じゃあ行ってらっしゃい。頑張って。うん、これだね。頑張って。だよね、開けとく？ダメか。あ、ありがとう。行っちゃった。みんないなくなってった。ってことは私あと、うん、あとね、10分ぐらいいけるかも。いや、10分は持った。5分、5分いける。ちょっとね、瀬戸りとか曲名をね、配信中言えないからさ。言えないから。もう曲と曲の間にこうやって配信してるんですけど、私たち。だから人によってその空いてる時間も違うし。そうそうそう。私あと5分ぐらいいけるかな？多分、多分、多分。左はいなくなった。踊りに行った。だってさ、曲と曲の間とかにやらないともうさ、やる時間ないからね。でも私は、1位取りたい。だってさ、クッキング選抜とか名前さ、つけられちゃったらさ。だから頑張って、いっぱい配信したいな。確かに髪明るくなったかも。嬉しい、嬉しい。うん、何話そうかなって言ってた。モニターとかあればね、次自分だとかわかるんだけどね。ももちゃんが応援してると言ってたので応援します。え、何それ、もも。なんで？嬉しい。ももちゃん。もも。ももちゃん今日喋ったよ。なんかね、久しぶりに会った気がして嬉しい。ももちゃん今舞台だもんね。だから今日、まず朝、さきさんに会って、さきさん、今舞台中ですよね。稽古中だよ。ももちゃんと一緒のやつですよね。って話して、そう。で、その後も、ゆかるんさんに会って、ゆかるんさん今舞台中ですよね。ももちゃんと一緒のやつですよね。っていう会話をみんなとしてて、そう。いろんなところでね。ももちゃんの話してる。でもやっぱり、さきさんとゆかるんさんはもう舞台一緒に何本もやってて、舞台やってると1ヶ月一緒だから、で、本番中とかは1日中一緒とかだから、やっぱね、なんか居心地がいいですね。やっぱ家族の言い過ぎだけど、なんか、ほんと、トータル何ヶ月も一緒にやって、一日中一緒にいてっていう期間が長いから、もう本当に、なんだろう、仲間って感じですね。ももちゃんがマリちゃんって呼ぶの好き。ね、マリちゃんって呼んでくれてる。群馬だったのに、マリちゃんに昇格した。ももちゃん。どうするかな、不安。曲終わっちゃったとかなったらやばい。群馬読みってなかなかよね。でもなんかチームメイトだから、なんか県名で呼ばれるっていうのは誇らしいって思っちゃうんですけど。その感覚やばいかな。だってさ、チームメイト、県をさ、背負ってるわけだから。背負ってるって言い方はあれですけど、県代表なので、県名で呼ばれるっていうのは誇り高い。
と勝手に思ってる。ランリーは今も群馬さんって言ってるのかな？うん。ランリーと、あ、なるちゃんも群馬さんかも。ももかって呼び捨てで呼んでみて。え、呼んでみよう。普通に。ももかって。次あったよ。多分そう。え、カメラ回したい。配信中にやりたいな。え、配信中にやりたい。ここ連れ込む？え、でもももちゃん、忙しいから、ドキッとしそう。え、なんて言うかな。え、ももかお弁当何選んだ？ってさらっと言ってみたらどうなるかな。今、なんて言った？え？なんでやねんって。なんで？なんで？いつも大西やのになんで？え？え？え？なんか恥ずかしいんやけど。え？やだ。ってなるかな？ってなるかな？え、ももかさ、ショールームでさ、まりちゃん応援してって言ってくれたん？とか言ったら、え、ももかよりない？みたいになるかな？とかやって全然スルーされるかもね。やりたい。ここ呼びたい。ここ、と呼びたい。ここ、空いてますよ。空いてますよ、ここ。逆に急にマリアとか言われたらさ、どうしよう。待って、今想像する。いや、でもたまに呼ばれてる？わかんない。でもなんか誰にせよマリアって呼ばれるとやっぱり嬉しいってなります。マリア呼び、やっぱり、マリアってか名前で呼ばれるのって嬉しいですよね。誰からでも。うん。今日も小田がね、誕生日プレゼントくれたけど、くれ方がね、結構ね、トレンディーでいけてた。マリアマリアって、なんか私が言ったら呼んでて、なんかもうね、後ろでこうやってね、持ってるのが見えだったの。だから私もね、ありがとうって言ったんだけど、ありがとうって言ったらね、違う違う。なんて言いたいかわかるって。トレンディーなんて言おうとしてるかわかるって言ってきたから、え、お誕生日おめでとうって言ったら、そうって言って、困って、渡してくれた。トレンディーだったわ。確かに、それに、それ、なんか、その瞬間 TikTok とか撮ってたら、バズったかな。言っといて、オーダーに。トレンディーだったよ。ありがとうって。来年の誕生日プレゼント期待しといてって。皆さん図体で伝わるかな。ね、イケメンの渡し方。トレンディーって言葉がトレンディーじゃない。知ってるけど。よくない？トレンディーって言葉よくない？あ、エリナ呼び？エリナさーとか急に言ったらどうなるかな？え？ウケんだけど。え？ウケんだけど。って言うかな。こうやってやりながら。え？ウケんだけど。って言うかな。やばい、そろそろ。なんか足音が。あ、え？終わった？まだ？え？うん。バータリー？え、じゃ今、バータリーが終わったってこと？まだまだか。曲じゃないってこと？多分、1、2、3、4、曲後とかかな。え、今日、帰れる？かなぁ。じゃなきゃさ、帰れないよね。え、待って待って。
今さ、メグちゃんもさ、大西って呼んでるけどさ、ももかって呼んだらどうなるかなっていう話をしてたの。武田鉄矢さんが出てきたの。え、どういうこと？武田鉄矢が出てきた。出てきてないよ。え、どこに？武田鉄矢さん。この番号いいですか？すいません。照らし合わせますはい、お願いします。もうこれが合ってるか分かんないんだけど。うん。22で、今あ、23やってるかな。じゃあ行かないの？しわしわ。しわしわの、甘すぎないしわしわの、なんか、ただの炭酸水でもいいかも。なんせ。え、つけてきたんよね。ありがとう。でもなんかこんなボーってなってなかったかも。見て、ほら、あ、すごい。そういうこと？半分だけ？ そういうこと？暖房？暖房が26度。暑いよね。ああ、確かに除湿。7レンジャー。左はある？そのさ、ファンのさね、ファンネームみたいな。笑い方。気抜けてたよ。レフトフレンズ。いいじゃん。左ともそのままだもんね。いいじゃん。待って、これすごい見えてたね。ずっと見えてたね。ずっと見えてたけど。わかんないよね。わかんない。こんな難しい資料わかんないから。どうしよう。どうしよう。本当に？ちょっと、さよなら。これ、ちょっとやるだけでいいかな。始まるの。マリアが帰ってきたの。すごい優しい。優しい、うちら。なんかマリアのバッグ映ってる。熱い。今、冷めてきたの、でも。お腹すいた。お腹すいた。無理はいません。今ね、ちょっと段取りがね、ちゃんと分かってない。分かってないっていうか、変わってるからね。何これ？ なんか歌った方がいい。I want you. I want you. 終わり？終わった？待って待って。大西を呼んできました。なんで？ももかって呼んだらどうなるか。あ、やっいいてね。みます。なんかももかって言ったらどうなるか。じゃあ、うちら。どうぞ。今配信しててさ。これ大丈夫？聞こえてる？聞こえへん、聞こえへん。あ、本当？喋ってるの。ちょっとさ、もうでも今からどうしようで。2分で終わる。あ、オッケー。何？何？どうも。大西でーす。いやー、大西でーす。大西がショールームで、まりちゃんがこのイベント頑張ってほしいみたいに言ってたって言った。大西、嬉しいなって思って。あ、それで連れてきてくれたその？うそうそう。嬉しい。そう、絶対1位じゃん。だって1位だったらいいなって思うけど。待って待って、ももか何曲目？ももか何曲目？大西まで3曲目。あ、3曲目？3曲目。オッケー、ももか、じゃあ頑張って、ももか。これ大丈夫か？頑張って。ももか、頑張って。ももか、頑張って。ありがとうございます。無反応？ももかに言った？言った。最悪。最初に言ったよ。失敗。大西、大西連発的だ。次頑張って。でも、不発でした。
またやる。またやります。じゃあもうすぐってことかな、私も。どうだった？どうだった？ガヤガヤしすぎ。そうだね。もう一回やってみます、今度。気づいてない？そうだよね。確かに大西はって言ってた。くそ、失敗。確かに、でも最初から言ったらさ、わざとらしいかなって思ったの。ちょっとこの3日間で再チャレンジします。確かに言おうとした瞬間曲流れたからね。 すごい。あれ、私イヤホンさ、まあいいかも。じゃあ終わります。すいません、何度も何度もさ、ゲリラですいませんでした。じゃあ踊ってきます。ランキング、何位から読むんだっけ。ジューシー14位ゼリー、ありがとうございます。13位ジャングンマニア、ありがとうございます。12位おやちゃん、ありがとうございます。11位タッチゴールグンマニア、ありがとうございます。10位ササジーかな、大西君、ありがとうございます。9位りょう幕張の群馬にはお手紙送ったよ。やった、楽しみ。多分ね、明日もらえる、事務所で。ありがとうございます。8位チャー群馬にはありがとうございます。7位みやこブルー群馬には研究生、ありがとう。まだ研究生だ、ありがとうございます。6位祝25太郎になりました、ありがとうございます。5位新実費、素敵な1年になりますように、ありがとう。素敵な1年になります。4位カズミン群馬ニア、パキャマラドパパパパパ、ありがとうございます。3位風と海とさん、ありがとうございます、ありがとう。2位ソウスケハッピーバースハッピー25スハッピー、あ、待って、分からん。 25th バースデー、ありがとうございます。1位幼いクリーニング群馬ニアイベントファイト、ありがとう。おさくり、ありがとうございます。いや、バタバタしちゃった、すいません。でもやっぱメンバーとやるの楽しいな。じゃあまた再チャレンジしましょう、桃火曜日。よし、ありがとう。これ私今日全部で、ね、1時間半ぐらいかな、今のところかな、かな、かな、どうですかね。1時間半、さっき1時間ぐらいやって30分、1時間半か。夜できるか分かんない、本当に。やりたいです、ケーキ食べたい。よし、じゃあまた会いましょう。バイバイ、バイ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 。